大事にされるお姫様トレーニングって何かっていうことを一応説明しておきますとあのお姫様ってすごく敷居が高いみたいで自分とはなんかかけ離れてなんかちょっとざわざわしますだけど勇気を出してきましたっていう人多いんですけどあんまりねあのお姫様っていうのは大事にされる象徴であってあのフリフリな こうなんていうお姫様のあの形になろうっていう話ではなくお姫様のように自由にありのままでんやろ自分も幸せになって周りも豊かにしてあげるっていうそういうコンセプトなのでなんか恋愛のテクニックとかねそういう話ではありません。とと私たちは姫として 生まれてきたんですねてました <laughs> で、ね、いつも私この変な絵を描くんですけどまあ私としてこれドレスと思ってねで、まあ、ドレスを着せてもらって私たち生まれてきたけど何かを言われたり何かを聞かされたり何かを感じたりして自分にはこのドレスふさわしくないな そしていいっぱこれをお姫様レッスンであお姫様レッスンでごめんなさい姫トレでこうこれを綺麗な状態に戻ろうねっていう感じでねお姫様になろうじゃなくて戻ろうっていうふうに私はいつもあの言ってるんですよ。 でえー、と心ってあのいつも意識して、えー、と靴を履かないですよね。自動でいつも自分で靴を履いてそれもいつも同じ足やと思う、ねで。自動でいつも同じことをしてたらいくらカウンセリングで勇気出して。 えー、彼氏にちょっとわがまま言ってみましたとか甘えてみましたって言ってもまた他の会社で迷惑をかけられなかったりしたら元の自分に戻ってしまうんですよねだからそれを意識して、えー、と左足から入ってみましょうっていうのがこの月に1回のお姫様トレーニングということですかお姫様は できなないかから周りが豊かになるよねそのお城がお姫様が料理もできてお掃除もできて何でもできる人だったらその国の人たちはそのお城の人たちは必要ないやんかそしたらその人たちは豊かになられへんしできないから周りも一緒に豊かになるから自分の今攻めてる部分は自分の、えー、と宝物やんね。 自分も豊かになり周りも豊かになるもの自分が責めてる部分は、えー、と人を幸せにするものやし自分も豊かになる大切な宝物でね、えー、と最後にもう罪人をやめる決定的なこれっていうのは私経験したんですけど 私の滞在というのが、まあ、ブログとかでもいつも書いてるんですけど7歳子供が7歳の時に離婚をしてるんですねで旦那のところに置いてきてでそれそのことで私はずっと責めてたでずっと苦しかったしでえっ、ー、とね責めてるくせにそこを見ないようにしてた。一切 旦那さんとも子供とも連絡を取らないということを自分で決めてたんねだからあの何自分の罪を見たくない見たくないって罪人と言いつつも見たくないわけすごく子供が悲しんでる姿とか寂しい姿とか旦那さんが苦労してる姿とかを見たくないわけ自分が一番罪人だと。 知ってるからそれをずっと10年ぐらい見ないようにしててもうねその罪をあの認める覚悟をしたのね。っていうことはまた旦那と接点を持って旦那に元旦那に責められる覚悟とか子供が苦しんでる姿を見る覚悟。 子供が苦しんでるのを見るっていうのは子供が苦しいんじゃなくてそれを見る自分が苦しいわけだから避けて逃げてたんやけどもうそれを見ますと本当の罪人として生きていきますという覚悟をしたんでそしたらなんかね10年ぶりぐらいに旦那さんから電話があって「今度会いたい」とで会って。 息子に会っていいよというなんか許可をもらってね自分も悪かったって言うわけ向こうが私は自分が悪いと思ってるから絶対相手はそんなこと言わへんと思ってたけどこの子も向こうから謝ってきてくれてで私も悪かったとその時に本当に自分の罪を認められたわけ。